こんにちは。速稼塾の久保です。ちょっとハザードをつけてね、カメラを置いて撮影しております。もうお察しのように、はい、セルシオでございます。今日はセルシオに乗って、まあ、いろんな撮影をしようかと思ったんですけども、なんとですね、自撮り棒もないし、それから、固定具もないので、しょうがなくね、こちらのカーナビの下のところに CD のチェンジャーがあるんですけど、あそこに引っ掛けるような感じで、やっとね、放送させてもらってます。ですので角度がちょっとね、俯瞰で見えると思いますけどもね。実際はこんな感じです。はい。ちょっと中が乱れててすいません。大和くん仕様になってますんで、後部座席は子供の部屋みたいになってます。でね、ここにモニターがありますね。大和くんが見るようにね。なかなか見るチャンスがないんですけどね。いや、やっぱりすごいですよ、セルシオ。もう、運転しながらお話しさせてもらいますね。すいません。じゃあ、出発します。安全運転で。ね、セルシオの、まず加速ですよね。アクセルを踏むと、ものすごくレスポンスが良くって、ちょっと踏んでみますよ。もう本当なんかね、引っ張られてるような感じですね。走ってるというよりも。こっちで押してるというよりも、向こうの方から、なんかすごい吸引力でぐーっと引っ張られるような感じで、で、ブレーキングもね、すごく穏やかに踏めるんですよ。遊びも適当にあって、グッと踏むとね、ポンピングしながらグッと踏むと、深く入って、ゆっくりとスラーっと止まってね、振動がほとんどないと言いますかね、ブレーキ制動が、ドライバーや、同乗者の方にもとっても優しいですね。ただ、ちょっと上下の振動は激しいです。これね、エアサスに交換してあるタイプで、ローダウンが12センチぐらいで車検ギリギリになってるんですよ。まあ、ですんで、見た目はね、私好みなんですけども、乗り心地は、今まで乗ってきたセルシオの中では一番悪いですね。まあ、でもその、なんていうのかな、この、ガタガタという感覚がいいですね。なんかこう、セダンというよりも、スポーツカー、クーペに乗ってるような感覚ですね。で、今日はセルシオのこともお話したかったんですけども、先ほどね、エリア天湾さんからお電話というか、メッセージが来まして、車検が、まあ、終わる、見通しですよと。足りない部品は高尾さんが、どうも供給してくださるみたいなんで、肩がつきそうですということでね。いよいよ、あと1週間ぐらいで、ナイト2000が戻ってくる見込みでございます。で、3ヶ月以上かかりましたね。6月の2日か3日に、回収してもらって、5月中にね、お願いはしていたんですけども、6月の2日か3日に回収に来てもらって、それから丸3ヶ月経ってまだできてないということでね。いや、私の場合も一刻も早くっていうオーダーはしなかったんですよ。もうじっくりゆっくりで、どうせ夏は乗らないんで、乗らない間はね、このセルシオを買いましたんで、これにね、乗らせていただこうかなと思ったんですけど、やっぱりあんまり乗る機会なかったですね。そもそも外出を私ほとんどしないんで、まあ大和くんとね、一緒にドライブするぐらいは毎日してますけども、30分から1時間ぐらいですかね。それもベルファイアでしてるんでね、ベルファイア大和くんが乗るのにとってもいいようになってますから、やっぱこうセダンも車高低いですしね、どちらかというとベルファイアの方が大和くんが乗るのにいろんなものが積んであるんで、そのまま乗ってます。ここにはね、チャイルドシートがあるんですけども、フェラーリのあんまり使う機会はなかったかなと。今のところまだ、だからこの車が納車されて大和くんと一緒にドライブをしたってことは1回しかないです。しかもなんか5分ぐらいね、試し乗りみたいな感じですね。で、ナイト2000の方なんですけども、車検が終わってね、もうすぐ届くんですけども、まあ車検代どのぐらいかかったかなということです。私も100万は確保していたんですけども、100万を超えましたで、まだ細かい明細はナイト2000の車検みたいな動画をね、現物が戻ってきたらやろうかと思いますけども、先にもうね、ネタバレしときますと、100万で収まればいいかなというふうに大きく予算取っていたんですけども、100万では足りなかったということですね。まあこれはね、多くのナイト2000乗りがそうなるわけではありません。私だけ特別です。私のお譲りいただいた車は、キャブレター83年式といってね、すごく古いんですよ。古いんで、いろんなところが、メンテナンスが必要だよとか、ゴム製品とか傷んでるから、そういうところは、かなり手を入れないといけないよっていうのも込みで、お譲りいただいたんで、全部ね、
経費がだいぶかかることは覚悟していたんですよ。ただ今回の車検を払うと完全にね、支払い総額は1000万を超えましてね、まあなんか一発のアメ車乗りぐらいになったかなと。いやーでもね、すごいですね。いろいろとナイト2000を通じて私は車のことをまた勉強させてもらって、簡単な修理でしたらねやるようになりましたし、まあ乗りもしないのにボンネットをよく開けるようになりました。で本当にね、より一層車を大事にしようっていう意識とか、安全運転ですよね。やっぱり壊したくもないし、ぶつけたくもないし、事故にも巻き込まれたくないんで、やっぱり超安全運転するようになりましたね。もう黄色信号の相当手前で止まったりとかね、で後ろがつながらないそうになったら2台でも3台でもくっついてきたらもう完全に脇を向いてお譲りするって感じでね、後ろ引っ張らないように、前を煽らないように、車間距離を前後かなり取るようになりました。やっぱね、安全が一番ですよね。例の池袋暴走事故とはないですけども、事故っていうのはいくつかの過程を本当にね台無しにしちゃいますから。特に車っていうのは私たちに最も身近で、最も身近なのに最も危険だというふうに言えるんじゃないかなと思います。通常私たちはね、刃物を振り回したりとか拳銃を撃ったりとかね、なんかそういうふうな殺傷能力のある手段を持たないんですけども、車だけは例外ですよね。これほど身近に手軽に手に入ってありふれたものであり、危ない凶器になりうるのはね、車しかないかなと思います。ですのでこれから私もね、大和くんが2歳になり3歳になり、自力で行動をね歩けるようになるんですよ。今ももう歩いてますけども、今公園とか車通りの少ないところを手をつないで、やっと少し歩くようにはねさせましたけども、でも体力的にはバンバン走れますんでね、そうなった時に周りに注意がいかない、要するに車やバイクや自転車にぶつかりやすくなってるんですよ。あとはドブにはまったりとか電柱にぶつけたりとかね、さまざまな事件とか事故が考えられるんで、本当に今からね怖いなと、言葉が通じるようになったらまずは世の中は家の中みたいにいろいろね、大和くんのことを考えて作られてるわけではなくて、みんなが自分の事情で生きてるから、だからこちらでね周りの人の事情を計算して、一歩前二歩前に、別の回避行動を取るってことがねすごく大事なんだよってことを教えないといけないですよね、だからね自然に出た言葉だと思うんですよ。気をつけてね、気をつけるんだよ、車に気をつけるんだよ、ね、お父さんやお母さんが子供が出かけるときに車に気をつけてねって本当にねあれほどしつこくハンデついたように言うのは心から出た言葉なんですよね。その言葉を使って送り出しましょうみたいなテンプレートではなくてね、本当心から車に気をつけて、ぶつかんないように、ぶつけないように、そんなことで怪我やね最悪の場合死んでしまうってこともあるんだよと、そしてそれは日々起きてることなんだよって、もういろんなメッセージが込められてるんですよね。で私もドライバーとしてね、自分の好きな車を今複数台手にしてるわけですよ。ベルファイアなり、このセルシオなり、トランザム83年式ナイト2000仕様なりね、じゃあそのそれぞれの車の評判も落としたくないし、そんな車も走ることが目的であって、誰かにぶつけてしまうことが目的ではないと、もう全てがねドライバーの意識次第なんですよね。で事故ってのはどうしてもゼロにはならないんですけども、ゼロに限りなく近くすることはできると思うんですよ。でそれが周りに気を配って、自分の事情でやらない、周りの人の事情を考えて2歩前3歩前で、回避行動をするってことじゃないかなと思うんですよね。こんな当たり前のことなんですけども、でもね、また例の事故をね引き合いに出してあれですけども、80年、およそ90年近く車をねほとんど事故なく運転できた方でも一発でアウトになっちゃうんですよね。そして何年間運転が大丈夫だったから、じゃあ次の瞬間も安心なのかって言ったらそんなことはなくって、事故っていうのはいろんな要因で起こりますからね。ちょっとしたイライラとか勘違い、踏み込みすぎ、光が目に入って見えなかったとかね、ちょっとした居眠り、本当に睡眠にぶっと襲われて一瞬目を閉じてしまったとかね、ではお互いに譲ってくれるつもりで出したら、お互いにそうじゃなくってお互いの気持ちを勘違いした出会い頭とかね、
で、人生も同じなんですよ。人生もあらゆる準備をしていたからそれで安泰ってことはなくって、それでもなおかつ不測の事態が私たちを襲うんですよね。お金の問題もそうですし、人間関係もそうですし、他のことも様々あります。そして何よりも私たちの健康はいつ壊れるか本当に不確定です。何も悪いことをしていないのに、体をむしろ鍛えて大事にしている方だったのに、よくわかんない病気に急に襲われてしまうっていうね、不幸もあります。だからなんですよ、私はね、少しでも体に悪いと思えることは、飲食物にしても喫煙にしても飲酒にしてもやめていきましたし、生活様式にしても深夜しっかりとね休むこととか、無理をしないこととか、ストレスを抱えないこと、ストレスを抱えるぐらいだったらストレスの源とも付き合わないことですよね。要するに人に対してストレスを感じるんだったら人付き合いを減らしていくとか、仕事にストレスを感じてしまっているんだったらもう仕事を離れるとかね。なんせ自分の体ってのは変わりがないですから、その他のものは大抵変わりますからね。仕事も変わりがあるし、友人もまあ厳しいこと言ったら変わりがあります。でも自分の肉体とか自分の精神っていうのは世の中誰も変わってくれないんですよ。それこそどれだけお金を積んでも自分の代わりに自分の人生を演じてくれる人はいないし、できないんですよね。まあ、だからどんな時も自分を大切にしなければならない。そして自分を大切にしようと思ったら周りの人も大切にしなければならない。なぜかっていうと、自分のことを大切にするがあまり周りの人をないがしろにすると、いろんな圧力やね、誤解とか、それから嫌がらせを生むんですよ。でそれによって自分のことを大切にしてきたはずなのに、結局は周りの敵によって自分が苛まれてしまうってことも起きますので、自分の生命と大事なくらいね、同じくらいね、周りの人の生命も大切にする、しかもそれを常にね、発信するってことなんですよね。綺麗事抜きに、お金も大事、人間関係も大事、人生は大事、もうそこにね比べるものはないと。個人的には命の重みに差はできてしまいます。申し訳ないことにそれはお互い感じていることでしょう。個人的にはね、命の順番は必ずあります。皆さんに、私にもあります。でもこの世の中、客観的に見たら誰の命も大差ないというかね、同じだと思って、自分のことのように周りの人、自分のことのように遠くの人を気遣っていかなくてはならないでしょうね。ちょっと話がね、随分と壮大な方向に行っちゃいましたけども、今日セルシオン乗りながら、この憧れの車が今私のね手元にある、そして最もいい時期にあります。これがね、バブルの時期に乗りたい車ではないんですよ。その頃は確かに欲しかったんですけども、今落ち着いて人生をねぐるっと回ってきて、いろんなものを見てきて、私なりにぐるっと世界を一周した時にね、気持ちの面でですよ、私なりに世界をぐるっと一周した時に、今だからこそ自分が扱いたいものと扱う必要のないものが見えてきたような気がしますし、まあ、ベンツの新車とかね、レクサスの新車とかも興味があったんですけども、実際に時間とお金のある程度の自由を手にした時に、私が欲しいなと思う車はこのサンバルのセルショーだったかなというところですね。しかも本当にね、恥ずかしいんですけども、ローダウンしててフルスポイラーでですね、サンルーフがあってね、なんかね、そんなねものに憧れた20代が今ねこうやって味わえて、若い頃に帰った気持ちがするのと、あの頃一緒に過ごした人にぜひこの姿を見てほしいなと思うばかりです。なんか俺もなんかできたよみたいな、なんかやったよみたいな感じで、20代の頃にね、話し合った語り合った仲間とね、だから当時は私は何もなかったんですよ。何もなかったんで、将来はというね言葉とか、いつかはっていう言葉が口癖でした。だから何もないけども希望だけはあったって感じですかね、欲望だけは。今欲望や希望ってのは叶えてしまった後のものがまあいくつかあってですね、そしてそれをありがたいと思いながら大切にしようと思うフェーズに入っております。あとできればこういう風なね、喜びを一人でも多くの人に享受していただきたくって、まあビジネスを
まあ、ちょっとね、おこがましいことながら発信しているのかもしれませんね。いや本当にね、今半沢直樹っていうねドラマを今頃見てるんですけども、面白いですね。ああいうのを見るとサラリーマンとして組織の中で戦っていく、組織と個人の正義感の矛盾の中でねもだえ苦しんでいくのも悪くなかったかなと思っちゃったりするんですよ。なんかやっぱね、7つの会議にしても半沢直樹にしてもロケット下町にしてもね、私たち日本人の労働者としてのマインドをものすごくかき立ててくれますね。サラリーマンでよかったっていう風な気持ちにしていただきますし、俺も自分の持ち分の中でこうなりたいと、この矛盾に立ち向かっていきたいっていう風に勇気をくれると思うんですよ。私はねテレビとか漫画とかの影響をむちゃくちゃ受けるんですよ。で最近はカンフー映画のイップマンっていうのを見て、イップマン、ガイデン、マスター Z、これを見てね、あ、カンフーをやりたいなと思いましてね、映画見ながら牧人をコンコンと叩きながら、まあ今ねそこそこ自分の納得できるような方になってきたんですよ。でそういうのも影響を受けたからなったわけですし、まあナイト2000のねレプリカに乗りたいと、それを所有したいっていうのはまさにコスプレの極致ですね。男はつらいの寅さんもねもう長いことやってますし、宇宙戦艦ヤマトの艦長のコスプレもやってます。そのたびにコスプレをするたびに私の心の中は子供の頃のあのねあの憧れに戻るわけですよ。だから私の精神が若くいられるその根拠は幼い頃の、それこそ小学校中学校の頃の憧れを全部今ね大人になった私が実現しているということじゃないですかね。ただまあちょっと痛々しいと思いますよこういうのは。痛々しいけども私がやりたいことはこれなんですよ。やりたいことができる人生を歩めるんだったら、どこの誰がどう私を評価しようと大した問題ではないですね。そもそもどんな生き方をしても私ごときはかなり誰かに批判されることを受け合いでしょう。だったらたった一つでいいんですよ。たった一人でいいんですよ。自分のことを認めてくれる自分という存在がいれば。あ、そして少なくとも私には家族がいて、その家族はいつも私の味方をしてくれるでしょう。そして同時にね、私はその家族を守るために命を投げ出す覚悟をもうすでにしてます。まあそこでね話は終わりなんですけどね、そのね自分の命を投げ打つことができるそんな宝を見つけたっていうのは、我が人生に悔いなしですね。本当になんか自分以外のために命を張るっていうのがバカバカしいと思いながらやってきましたから。だからどんなに尊い仕事でもね、自分の身ほどには可愛くないと思ってたわけなんですよ。だからこそ私はあらゆる仕事を逃げずにこなしてきたと思うんですけども、まあでも結構逃げてきたかな逃げてきたかもしれません。でも逃げるのも戦いですからね。こういうと自己正当化ですけども、逃げればやっぱりねいろんな別の追求が来ますからね。賠償とかね、格好悪くもあるし実力もつかないし、だけど逃げれる時には逃げて、逃げられない時には勝利をかけて戦うのがまあね男の子の人生じゃないですか。そして勝負にはやっぱり勝ち負けが必ずありますから、よくね人生は勝ち負けじゃないって言いますけども、私は勝ち負けだと思いますよ。自分の思うことが叶えられずにそれで勝利だって言えることはあんまりないと思います。で自分のこれぞと思うこと、自分のミッションね、やりがいとか人生においての自分の満足度、高揚感、欲望叶えてあげたいじゃないですか。叶えなくてもいいものはすでにそれは欲望でも夢でも何でもないですよね。絶対に手にしたいと、そのためには差し支えてもいいと、それが手に入らないんだったら自分の人生なんてもういらないと思えるぐらいね、差し支えるつもりで取り組みたいもの、その連続が私は人生だと思うんですよ。で今私はねその家族ができて、毎日家族のために他に何かないかなっていうのはね、もっともっと家族を
幸せに、まあ、すると言ったらね、ちょっとまた大げさかもしれませんけども、まあ、俺の人生良かったなとかね、俺と一緒に過ごしてる人良かったでしょというふうに胸を張って言えるような生き方をして、まあ、そして死にたいかなと思いますよね。ごめんね俺なんかでみたいなね、そんなセリフは私はね吐きたくないです。で聞きたくもないですね。だからね、奥さんにもねたまに言うんですけどもね、これ恥ずかしいもの、俺本当に女の子と恋をしてるんだなってね言いますね。まあ、山田くんもねまだ言葉は喋れないし私の言葉も理解してないけども、でも、毎日思いますね。よくぞ来てくれたというふうにね。まあ他のお父さんも同じようなこと思うのかもしれませんが、よしもうちょっとで帰るかな。今4時17分なんで、あと15分ほどで帰宅完了ですかね。ずっと田舎道を行ってるんですよ。ちょっとね画面が見えなくて申し訳ないんですけども、田舎道ですんで田んぼぐらいしかないですね。ただこの辺の田舎道はね結構ね、あのお宅に高級車があります。で土地が広いんで、あの5台6台止めれますね。あそこには LS460 が黒のやつがありますね、ずっと。であそこにはショベルカーがありますそれが同居してるのがこの辺のライフスタイルですよね。あのショベルカーとかもユンボとかも高いんですかね。300万ぐらいするのかな、やっぱり。まあおそらくは中古とかリースなんでしょうけども、でも自己所有の方も結構いらっしゃいますからね、この辺ね。ここにね新幹線の高架橋があるんですよ、こっちの方に。今まさにその下を走ってます。まあ新幹線通過するだけですけどねとてもここには止まりません、はい、でそこに見えてくるのがローソン、街カフェですね、うん、このローソンも駐車場がだっぴらい、まあ、あの田舎のコンビニはね駐車場が広くていいですね。だからあの大型車両でも全然止められちゃうんだよね。あ、ちょっと混み合ってますねこの交差点は、うん、大型車両も来るし結構ねビュンビュン飛ばしてますね。怖いですね。私は止まっときましょうか。あ、セレッション、あれは86レビンか。おお、あ、M2 だ、 MR2 の白。MR2 懐かしいですね。あの箱型のやつですから、最初の初期型のやつでしょうね。それから86の新型があそこにあるな。86の新型よく見ますね、やっぱねこの街では。まあ一番見るのは軽トラと、あのあれですよ、トラックですよね。何トンだろう、何トンっていうのがあるんですかね。トラックは結構大きいですねこれね。何トンか分かりませんけども、お、向かいからベンツのステーションワゴンが来るな。はい、再び車通りなくなりまして田舎道を行く、来るのは軽トラって感じになりました。皆さんいかがですか、今日9月5日いかがお過ごしだったですか。菅総理が、まあ、辞任をされるということだったんですけども、まあもともとですよ、安倍総理の急な辞任に対するリリーフみたいな感じですよね。まあけど菅総理に期待が集まったのは確かです。その期待は安倍さんじゃなくてよかった、安倍じゃなかったら誰でもいいよっていう期待と、菅さんならやってくれんじゃないのみたいな、この2つだったと思いますけども、菅さんがね政権を取っておよそ1年ですけども、実はねものすごく世の中を進めてくれてるんですよ。私たち国民に感じにくいメリットがかなりあります。でもかなり前に進めてくれました。私はすごいことだと思います。ただ菅さんは自分の成果をアピールすることがあんまり得意ではないのと、改革を進めればね既得権からはものすごいバッシングを食らってソース感になるということがあります。で実際そうなりました。国民のために働いてくださった菅総理、もちろん取りこぼしはあったと思いますけどもね、コロナ対応の中とかオリンピックの安心安全を繰り返すところとか、だがしかし
今までの総理が受けは良くてもちんたらやってたのに比べたら受けは悪いが実務はかなり進めてくれたっていうふうに私は思ってますね。ただそれがねすごく分かりにくいんですよ。であと菅さんの記者会見、それからぶら下がり、あれがね下手すぎるんですよね。だから印象が悪いし、あとはね改革を進めすぎて、改革に後ろ向きなその他大勢の人にはやっぱりこう鼻についたんじゃないですか。そんなもんですよ。やっぱり組織の中で何かね、サラリーマンであろうと政治家であろうと、消費者のためとか国民のためにする人ってのは組織に背中を向けることがあります。だから自分だけヒーローぶるなよみたいな目にあっちゃうんですよ。だからね余計にね今この瞬間に半沢直樹の黒崎捜査官とかがね飛ばされて、最後半沢直樹になんか感謝とも言えないようなね啖呵を切ったところとかね胸を打つわけですよね。敵ってのは強力であればあるほど頼りになるわけですよね。そして同じことで戦い合った敵同士だからこそ共通の敵を見つけた時の結束はすごく強いというね、まあ、そういうのも半沢直樹の面白さだったですね。大和田常務もそうだし、かつての誰だったかなちょっと忘れたけども、タブレット王子、それから黒崎捜査官、どんどん半沢直樹に敗れ去った人々が半沢直樹の力を認めて、今ねロスデの逆襲力を貸してくれるわけですよ。すごいですよね。よく作ったな、あんなドラマを。しかも世の中がバブルの崩壊とか、それから今みたいなねデフレの世の中だから、とってもドラマの作り方がいい、本当にすごい。でさらにいいのが、なんかこの亀戸さんでしたっけね、原作の他のドラマに出てくる企業名がボンボン出てくるのにね、帝国重工とかでも平気で出てきますからね。いや嬉しいですね。架空の会社があたかもあるかのような演出で、それぞれのドラマが全部ヒットみたいなね、すごいなと思いますね。いや私たちの国民のね、で私はサラリーマンじゃないですけども、マインドはサラリーマンなわけなんですよ。そういった企業戦士、末端の兵士の気持ちをものすごく高揚してくれるなと思うのは、あれですね、危ないのかな、戦時下ですかね、これは戦時下でもこういう風なね一兵卒をものすごく盛り上げてくれるようなエンターテインメントとかがあったんじゃないですかね。歌とかが進めて、兵隊進めとかね、欲しがりません勝つまではみたいなね、倍返しだみたいなもんですよ。実際組織の中で倍返したらね返せないですよね。まあなとこじゃないですか。まだ話しましょうか。まだ全然話せるんですけどね、もう家に帰りそうですよ。お、セブンイレブンね、このセブンイレブンも、ここにセブンイレブンができたおかげでこの周りのね酒屋さんとかね雑貨屋さんとかね小店軒並み潰れましたね。まあしゃあないですね。ここにもね商店街があったわけですよ。まあでもコンビニが来る前に潰れてたかな。車混んできましたね。じゃあ放送はこの辺にしときましょうか。